いらっしゃいませ。どなたにお渡しするか決めましたか？コソコソ、そろりそろり、ピタッジー。あ、マスター、おきげんよう。かくれんぼの最中なのですって？いいえ、そうではないのだけれど、その少し出ていく機会を見計らっていて。ええ、ジェロニモさん、休憩所の椅子にかけたまま身動き一つされないの。多分居眠りをされていらっしゃるみたい。まあ、スタッフのさん、こんにちは。いいえ、どういたしまして。お口に合いましたか？さあ、よかった。一人一個ずつですよ。マスター、そのこれはね、説明をいたしますと、私チョコレートを作ってみたの。厨房でキャットさんに教わりながら、カルデアの皆さんにお渡しできるように少し小さめのものをたくさんよ。型から抜くのが大変で、指がもうクタクタ。でも、とっても楽しかったわ。最初は、子熊型か、蝶々リボン型のチョコが良いかしら、と思ったのだけれど。悪いことは言わぬ。やめておけ。もっとシンプルは良いぞ。って、キャットさんが。正解だったわ。キャットさんのおっしゃる通り。ええ、みんなよ、サーヴァントの皆さんの分も作ったの。お部屋から出てこない方以外にはほとんどお渡しできたと思うのだけれど。ジェロニモさん、甘いものなんてご気分を害されないかしら。お休みのお邪魔じゃないかしら。そのできたらマスター、一緒に。そうね、分かった。勇気を出して。はい、ジェロニモさんたら、あえて型抜きに失敗した方をお選びになったの。本当は全部どれも鍵穴の形をしているのだけど、これはトーテムポールにもちょっぴり似てるって。そう言ってお笑いになった。
たわ。私の村ではね、クリスマスのお祭りもないの。新年を迎える時だってとてもささやかなお祝いだけ。だから頭では分かっていてもカルデアで実際に体験すると驚いてばかり。厨房でとてもたくさんの豪勢な材料を見た時には私目を回してしまったもの。ねえマスター、日々のお祈りを欠かすことはないけれど、でもすぐ目の前にある幸せに向かって怖がらず一歩ずつ近づいていくのも、それもまたきっと大切なことね。自分がどこか変わってしまう、何か大切な思いを置き去りに忘れてしまうことが、私怖い。生きる、私サーヴァントなのに、恐ろしい力を持ったフォーリナーなのに。うん、決めた。今日の一番の勇気を出してお伝えしなきゃ。ねえマスター、こちらの贈り物受け取ってくださる？マスターへの贈り物はね、他の方のとは違うの。特別なの。ごめんなさいマスター、こんなの悪い子のすることだわ。あなただけに、私だけがよく思われたいだなんていけないことよ。とても、でもどうしても気持ちを伝えたくて。他の方みたいに綺麗な飾り付けはできなかったけれど、それでも私のわがままを受け止めてくださるならすごく嬉しいの。マスター失礼いたしましたマスター。ひよ姫からのバレンタインチョコでございます。復刻元い去年の私は、自らをプレゼントとして差し出すも玉砕。そこで今回は木をてらわず真っ当なチョコで勝負するといたします。味は保証付きですよ。特にこの
霊薬が隠し味となっております。はい、この清姫、嘘をつくのは苦手なので、ぶっちゃけ申しますが、愛の霊薬です。さあマスター、ぐいぐいっとお食べになってくださいね。さあさあさあ。私は通りすがりの友達信じてほしいマン。どうぞ解毒剤です。いえいえ、我がマスター、あさりと真実を見抜かれてしまい、私は悲しい。来年こそは私と愛を紡ぎ合ってくださいね。あなたがいるということはね、そうよね、あの人が近くにいるのでしょ。ほう、まあやっぱりよかったわ。会いたいと思ったらすぐに会えて、これもこの子のおかげかしら。ありがとう。お礼は今度きちんとするわね。今はごめんなさい、とても急いでいるから。マスターにお届け物があるの。ええ、そうよ、素敵な日のための贈り物、大切な相手へと手渡す甘い甘い思いの形です。はい、どうぞ。ビブラフランス。あんまり大きなものだからびっくりしたかしら。本当はアマデウスやサンソンにも同じものを用意したかったの。でもね、ほらやっぱりね、氷ってとってもとっても溶けやすいものでしょ。一度にたくさん作ろうとすると端から溶けてしまって、どうにもならなくなってしまったの。だからこれはあなただけへの贈り物になるわ。他のみんなには別のものを用意するから。ねマスター、そういうことだからお願い。私の作ってみたモンブランの三礼、やっぱり今年も二人には内緒にしてね。お願いよ。メリー、いや、ハッピーバレンタインだ、トナカイ。あの吐息凍りつく冬の成層圏が懐かしい。この浮ついた空気は苦手だ。しかしこれも仕方のないこと。季節は巡るもの、サンタに居場所はない。
まあいい、それはそれとして受け取れ。サンタとしては屈辱だが、貴様に感謝がないわけではない。涙で頬を濡らしながら食べて、栄光の冬を思い出せ。楽しかったトナカイライフ。はい、副将。よし、いい副将だった。私の乾いた心もホットステーション風味だ。ああ、それにしてもターキーが食べたい。早くクリスマスにならないものか。その通りです。チョコレートって本来は甘いものじゃないですか。でもバレンタインデーならマスターはたくさんチョコを食べると思って、気を使ったつもりだったのですが失敗作です。ごめんなさい、捨ててきますね。言うなら、でも本当にいいんですか？やっぱりトナカイさんは素敵なマスターです。それじゃあ紅茶を用意してきますね。こっちは砂糖をたっぷり入れて甘くしてあげますから。紅茶色の砂糖でしかありません。 でもチョコが苦いし、バランスは取れていますよね。うん、バッチリ